平成28年11月12日、阿蘇市内の牧の阿蘇体育館で、第11回阿蘇市子ども芸術祭が行われました。子ども芸術祭の開会に先立ち、読書感想文コンクールの表彰が行われ、今年は71点の応募があり、市長賞や教育長賞、図書館長賞が入選した子どもたちに贈られました。今年の子ども芸術祭には、阿蘇市内の保育園や幼稚園、小学校、中学校、合唱団などから15団体およそ500人が出演しました。子どもたちの芸術祭とあって、司会は一宮小学校の児童2人と一宮中学校の生徒2人が務めました。この阿蘇市子ども芸術祭は、阿蘇市内に伝わる伝統芸能や日頃の学習の成果を披露しようと毎年行われているもので、今回で11回目を迎えます。午後からは特別ゲストとして、阿蘇市出身で現在大分県立芸術文化短期大学に在籍して音楽を勉強しているバイオリン奏者川村仁さんが出演して、美しいバイオリンの音色を披露しました。会場には大勢の市民が訪れて、子どもたちが披露する太鼓や歌、虎舞、神楽など迫力のある演技を鑑賞していました。最後に幸せ運べるようにの歌を出演者全員で合唱して、今年の阿蘇市子ども芸術祭が幕を閉じました。